あの今ジョスカンデプレのね、ミルなんだっけ、ミルルグレですね。ミルルグレ、はい、ミルルグレ、はい、なんだっけって言っちゃったいやいや、あのそっちの方は詳しくないんで、要するにはナルバエスが書いた皇帝の歌のオリジナルですよね。そうですね。それ今聞かせていただいたんですけど、すごい綺麗で、あれなんですけど、普段我々がそのナルバエスの皇帝なので聞き慣れてる歌から聞くと、あ、これがオリジナルなのかっていうぐらい、また全然違う雰囲気ですよね。そうですね、まあ、あの歌の方が先にできているの で, でそれを、まあ、でもギターで効果的に弾けるようにナルバエスが、まあ、編曲というかしてるわけですよね。でその関係が今回の演奏会では両方聴けるということで、いや、これはめったにない企画じゃないでしょうかね。ぜひ聴いてください。面白いと思いますでその後さらに、はい、あのビクトリアですね、はい、ジョスカンデプレからはもうずっと後の時代になりますから音楽の種類も全然変わりますね。でミル・ルグレはフランス語です、うん、で、まあ、世俗的な歌ですけれども、うん、ビクトリアの方は今度は宗教音楽で、うん、また全然違う、歌ですね。先ほどリハーサルちょっと聞かせていただきましたけども、本当に皆さんエンジェル、天使のようになって、歌う声がこう天に神様にこう届くように立ち上ってくるようなね、あれがすごくこう印象的で素晴らしい宗教的なこの雰囲気が、いいと思います。そうですね、はい、もうミル・ルグレとは全然違う雰囲気でね、でその違いをこう感じ取っていただくってこともすごくいいと思うんですね。でさらにそれをあのギター編曲、もともとはビウエラですかね、はい、ビウエラです。ビウエラのために編曲されたものを、はい、あの弾いていただきますの で,、はい、でだから同じやはりビクトリアの曲原曲とそれを元にしたあのビウエラ編曲をギターで弾くということで、これも同じものをこう比べられるっていうですね、これは面白いです、はい、あの勉強させていただきます。いや、もうギター界の第一人者でございますこういう曲を弾いていただけるっていうのは、ね、ありがとうございます。大変、素晴らしい機会です。ぜひ聴いてください。よろしくお願いします